はい、どうも皆さんこんにちは、ギマです。前回の続きですね、タッチデザイナーを使って簡単な VGA システムの作り方、続きやっていきたいと思います。よろしくお願いします。どういうものかというとですね、こういう感じのやつですね。はい。この映像をこの右側に準備しておいて、で、このバーで切り替える。こっちがメインの動画ですね。こういう風な感じで切り替えることができる。こういったものを作っていきたいと思います。はい。じゃあ早速やっていきます。前回ので、もう結構できてるんですよね。もうクリックすると、こうやって映像が再生しておけば、こうやって、切り替えるところまで出てるので、あと、このバーですね。このスライドのバーを追加していきます。で、その前にここは、アカウントを繋いでおきます。はい。で、これ名前を、でですね、これを、前回も使ったんですけど、これの中に入れます。なんか見やすいので、こっちの方がいいと思います。まあ、600、200にこれも合わせましょうか。600の200に合わせます。はい。で、これを、全部クリックできるかな。右クリックでこう、範囲選択して、この中に入れましょうか。はい。こんな感じですね。何も見た目変わらないんですけども、一回数を入れたような感じですね。はい。で、これを、このまま左側にしようかな。はい、こんな感じです。で、これをそしてコピーします。で、これを右側ですね。はい。こんな感じですね。で、ここに、クロスというものを使います。はい、これですね。で、つなぎます。そして、今は黒になってるか、黒になるかな。こんな感じですね。これを、これもさっきのこの中のスイッチと同じような感じで、こうやって、ここで、こういう風に制御できます。切り替えができます。こんな感じですね。あ、OK。で、今回左と右めんどくさいので同じ映像でコピーして使ってるんですけど、この中の映像を変えたければ、まあ、ここを変えていただければ大丈夫ですね。違う映像、左と右違う映像が良ければ、ここを変えて繋ぎ直してください。はい。そうすると全部紐づいてるかな？この中も変わるかな？大丈夫だ。そうですね。この映像だけ切り替えれば大丈夫です。はい、で、クロスに繋いで、ここ、スライダーで制御するので、スライダーを入れましょうか。じゃあ、はい。スライダーは、スライダーか。これですね。こういうやつです。で、これを、また、これですね。ここにつなぎます。で、0から1なので、つながるのかな。0から1。あ、大丈夫ですね。これこのままで大丈夫です。なんで、これを、この、これですね。で、この、緑のものを入れるときは、これをクリックして、こうですね。はい。そうすると、ここで、スライドで切り替えることができます。この、再生すれば、こういう感じですね。はい。で、これ、最初に行ったのかな？前回行ったのかな？実はこれも、このプロジェクト、というものに入っているんですけど、ここで、この、制御していきましょうかね。こんな感じでクリックして出すようにします。で、今重なってるんで、まあ、これもちっちゃいですね。ここに左隅に重なってます。なんでまたこれを出したの？でかいかな？どれぐらいの大きさなんだろう。ちょっと大きいような気がするけど、まあ、いいか。とりあえず、これを出したまま、この中入ってもらって、この位置は、しまった。またもうちょっと。この位置を調整していき
きます。で、まあ、左は左側にですね、右側ですね、これをこうずらしていきましょう。こんな感じ。これもうちょっとスペース欲しいよね。ちょっと思ったけど、あれかな。もうちょっと。これぐらい？ちょっと隙間でやりましょうか。チキン。このぐらいの大きさでいきましょうか。これも使いやすいサイズにしてください。切って邪魔かな。アップして。で、これですね。これを、こう、で、調整します。はい。で、Y はそのままでいいので、で、このスライドですね。スライドも小さいので、これも200ぐらいでいいのかな。大きさ200、100とか。で、これも、こんな感じで。ちょっと大きくてもいいのかな。400とか。うん、こんな感じでいきましょうかね。こんな感じでいきます。で、これでこう切り替え、同じように動いてますね。はい、こんな感じで動きます。で、まあ、左の画面と、メインの画面と、右の画面をここに出したいんですけど、これがですね、さすがは岩、ここから、ビュー。あ、これか。これ使います。これですね。で、ここ。今、ここ何も入ってないので、ここを、なんか、来てからかな、らしいか。これを開けてもらって、で、これですね。この中に入れたいので、この中に入ってもらって、これね、このアウトの、これをこの中に入れます。そうですね。でも出てきましたね。だから右側を選んだときは、こっちだけが出て、ごめんなさい、左ですね。左とわかるので、ここに、この OP ビューワーかな。これを使って、ここに表示させます。で、同じようにこれをコピーして、で、この数字、この、間違えた。この2点は、これだったらいいか。今度は右側。右側のアウトですね。で、変えます。クリックして、で、変えます。はい。で、変えましたね。これクリックすると、これ変わるとこっちも変えます。で、ここを右側変えますね。で、ここに出てくるんですけど、だから位置調整先にしましょうかね。はい。で、はい、これですね。これの、まずこれ左側なので、X はそのでいいか。Y をちょっと上に上げます。ああ、間違えた。これじゃないね。こっちだ。これを上に上げます。サイズもうちょっと大きくていいかな。600ぐらい。大きすぎ？よく大きいか。これか。こういう感じで、こう。これも、これが大きすぎるか、それぐらいか。まあ、いいかな。とりあえずこんな感じで。はい。で、これも、なんか残りの下に、こんな感じで、これですね、入れていきます。はい。そうすると、今、左と右、こうですね。右側はこう。
で、今メインがないですよね。メインはこのクロスの方でいいので、ここですね。アウトつないでからがいいかな。じゃあこの、つないでから、こいつを出しましょうか。同じようにこれも、これから、これですね。これを、で、この画面のところでいいですね。はい。これメインですね。これを、持っていきます。はい。キュートリーがね、真ん中はちょっと大きくてもいいかなと思うので、大きくしましょうか。こんな感じで、はい。で、再生すると、こういう感じですね。左側。で、右側これ準備しておいて、音楽に合わせてこう、切り替える。こんな感じですね。はい、こういうのができます。はい。で、まあ、黒に戻すとか。で、ここまではいいんですけど、この画面、まあ、このメインの画面ですよね。メインの画面を、プロジェクターなり、外部ディスプレイなり、つなげる場合なんですけど、ですね。これを使います。ウィンドウっていうものを使います。これですね。この中に、まずこれを入れます。入れてですね。で、ちょっとこの画面では見せれないんですけど、ここに、これですね。これ番号なんですけど、例えば1だったら、外部モニターの1、1番に行きます。2つ繋いでいて、2番目の方が良ければ、これ2にします。0はもうメインの画面ですね。今の画面に、映像が飛ぶようになります。だいたい1なのかな？はい。この変えるところとすれば、ここと、あとここですね。ここを、フィルっていうところにします。フィルだったりとかな。これ全画面ですね。だから、この映像、これですね。映像にした方がいいけど、この映像を全画面で出してくださいというのができます。これですね。で、ボーダーズっていうのがあるので、これはそのバーですね。このバー。バーをなくすようにします。で、見たらこれで言えばこのバーズ、これいらないですよね。この別がかっこ悪いので、これを消すこともここでできますね。はい、3箇所くらいだったと思います。ここと、ここと、これを。オフにする。で、あと、オープンって押すと、映像がいきます。これを押すとどうなるのかな？これでオープン。あ、これですね。この外部ディスプレイなので、ここに、ボーダーなしで、全画面で表示されます。で、これを押すと、はい、これですね。こんなんでいいのかな？外部ディスプレイもできて、で、まあ、こっちですね。ここで右クリックして、これで制御する。で、先のウィンドウのところで外部ディスプレイ表示していれば、この真ん中のこのメインの画像、メインの動画がこうやって切り替えることができます。こういう感じですね。はい、結構簡単に、3回かな ?3 回で作れたので、そんなに難しくないと思います。で、まあ、もうちょっと、ね、ちょっと面白くしたければ、そっちの中の、このエフェクトの部分を、まあ、なんかボタンとかなんか作って、まあ、押したら、なんか反応するとかね。で結構面白いもの、この方、いっぱい入ってるので、ボタンにして、で、ボタンは、まあ、こっちに表示させる。ここに表示させて、スライドだけじゃなくて、まあ、ボタンも、ここで制御するとか、っていうこともできるので、なんか、もっとこだわれば面白いのが作れるんじゃないかなと思います。はい、じゃあまあ、これぐらいかな。はい、では今回はこれで終わりたいと思います。では最後までありがとうございました。